ロ野球日本シリーズ第6戦。商店街にある油津カープ館前にはおよそ250人の市民らが広島カープを応援していました。広島先発はリーグ最多16勝の野村投手。3勝2敗と王手をかけている日本ハムが先制。2回裏、広島が逆転で2点を入れると歓声と悲鳴が響きました。もう 100% 間違いないです。4回表、日本ハムが逆転し広島の逆王手を阻止します。5回裏、丸のソロホームランで1点を追加。6回裏、同点タイムリーでなんとか追いつきます。8回、日本ハムによる押し出しやバースの満塁ホームランで一挙に6点を追加し、広島はピンチに立たされます。一気に商店街は静まり返ります。ファンたちは逆転を信じ、固唾を飲んで見守りますが、試合は10対4で日本ハムが優勝し、広島は32年ぶりの日本一にはなりませんでした。集まった市民からは自然と拍手がこぼれていました。非常に、残念、悔しいですけども、本当に今シーズンは勇気と感動をもらったシーズンだったというふうに思っています。ぜひこの悔しさをバネに来年日本一になるようにキャンプ地として応援をしていきたいと思います。セリーグのチャンピオンとして、よくここまで頑張ってくれたと思います。こんなに野球が楽しいということを日南市民にも本当にもう分かってもらったし、来年につながるんじゃないかなと思います。でもう来年こそは日本一を目指してですね、頑張ってほしいし、日南市民も不安もみんなで応援をしていきたいと思います。涙するカープ女子も、みんな頑張っていたんですけど、負けてしまってすごい悲しいんですけど、次は頑張ってほしいと思ってます。カープも頑張ってたけど、どうしても日本ハムも強かったけど、また来年もあると思うので、そこで頑張ってほしいです。すごく悔しいけど、いっぱい感動もらいました。選手のみんなは一生懸命頑張ったと思います。これからも応援します。頑張ってください。広島カープは今シーズン25年ぶりセリーグを制しました。来シーズンもさらに期待がかかります。